東方、横綱白鵬、モンゴルウランバートル出身宮城野部屋、まずは白鵬、2場所連続29回目の優勝を目指す白鵬。高安にはまだ過去6回1回も負けていません。これ何回、6回、誰を取ってんの。そして29回目の幕内最高優勝とともに、白鵬はこの春場所5連覇がかかっています。北の湖の5連覇に並ぼうとしているこの春場所、5連覇が4連覇が大鵬と白鵬、そして3連覇が朝潮、後の横綱朝潮、大阪太郎と呼ばれましたが、と朝青龍の3連覇、まあ、ここ数年はさまざまな記録ずくめの白鵬です。まあ、そして優勝の話はまだ先なんですが、今日勝ちますと自身32回目の中日勝ち越し、これは自分の記録を毎場所伸ばしていることになります。いや、北の富士さん、今場所もあの横綱第40場所目なんですが、30回目の中日勝ち越しを目指しています。もう安定感が抜群ですよね。もうこの横綱の以来の若い人の体がね、もう一つのこの後手はね、ないし、実にこの、この体調を維持してますよね。本当にあの白いところが全くないですね、白いものが身にそこびてない。まあ、いろんな、あの、大砲さん、はい、北の富士さん、高野山さん、それから、北の富士、はい、それはもう、いますけどね、はい、みんな晩年はあっちこっち痛めてましたよね。そうでしたね。ワインソイみたいなね、マッシュ選手、はい、あのとにかくこの人はもう、まあ、確かにちょこちょことはあるんでしょうけども、はい、実にこの綺麗な体してるしね。まあ、あの白鵬自身が常々口にする稽古というのは番数だけではない、非常にあの基礎練習を入念にやる横綱なんです、うん、まず長い、そうですね、本当に入念にやる。さあ、自身32回目となる中日勝ち越しに向けて高安戦です。現段階で全勝は土俵下の春巻きのみ。高安としては捕まらずに攻め切ることができるでしょうか。どこまで動けるか高安。踏み込み横綱、もう右四つの体勢を作った。上手は引けていない白鵬、下手をまずがっちり動きを止められている高安、横綱の肩にはめた、巻き替えに行く、また巻き替えに行く、今度は来て高安が巻き替える、ちょっと長引き始めた。ここで上手を引きました。そしてこの拍手、お客さんがよく知っています。その上手出し投げ、お客さんの声援にうねのせられたように白鵬を上手出し投げ勝ち越し、1分8連勝、まさに見事な横綱の相撲。調子、足がね、
全てに余裕があります。横綱白鵬8連勝です。足で白鵬の勝ち、なんとかできるぐらいなんだろうけど、白鵬だったらね、こちらの大きい投げ、おっって言いましたよね。そんなに大きい慌ててくれるとね、まあ右側しっかり入ってますから、当てることはないんですよね。当てないんですよ、ね、セロニさんがおーっていう気持ちは非常によくわかるんです。いや、これは長くなるなと思ったんです。そういうことですよね、はい、本当に単に長くなるなっていう長くなるなという、ね、はい、まあこれだけ胸がらしくて、高橋さんが前線だと思えない、おっしゃる通りですね、はい、この巻き替え許しませんでしたからね、横綱に巻き替えは許さない。逆に高安の方がこの巻き替えにて、これがちょっとそうですね、を持ってしまいましたね、はい、で横綱がこの上手を取った瞬間に館内から拍手を起きました、ね、まあこれで勝負はね、はい、ある通り見えてきたということですよ ね、かつて高安さんも正座して恐れ入りましたという感じになってしまいましたが、かつて海王という大関が右の上手に手がかかっただけで館内を開けましたけれども、この横綱は確かに右四つ左上手という方なんですけれども、いろんな形で相撲が取れるので、そうですよ、はい、今のはどちらかというと右四つでもね、まあ、ちょっと状態も伸びた案を余ってましたから、はい、横綱の体勢としてはあまりいい形ではなかったんですけど ね、 なおかつあれでも上手が決まってしまうんですけどね。さて準備ができました。放送席、どうぞインタビューです、はい、先ほど琴奨菊関を破りました松鳳山関、待っていただきました。